旦那さんと海外旅行に行ってきました。年末年始を初めてタイで年越しします。今回はソウル乗り換え、成田出発が2時間遅れでめっちゃギリギリでした。なんとか間に合って機内で乾杯しました。いつも直行便なんですけど、12月30日のチケットを28日に取ったのでだいぶ高かったんですが、おかげでこんな光景に出会いました。マジでみんな真剣にストレッチしてましたね。めっちゃおもろかった。私は何度も訪れているタイですが、旦那さんは初めてです。バンコクのエラワンへお参りに行ったり、基本的にノプランでゆったりと過ごしてきました。30日の深夜に到着したので、もう大晦日です。今思い出してもめっちゃ弾丸旅行でしたね。どこもかしこも人がとにかく多かったです。まあ観光客も多いんですけど、やっぱりタイ人の方が圧倒的に多いですよね。でここなんか人並んでると思ったら、ここでカウントダウンがあるらしくて、もう入場待機列でした。さあということで、あっという間に年明けです。時差が2時間で、旦那さんいつも22時過ぎには寝るんですけど、タイが深夜2時なので、もうしっかり寝ちゃいました。で私も旦那さんも人混みが苦手なので、適度にバーに飲んでさっさと帰ってきてました。でテレビでカウントダウン中継をめちゃくちゃしていて、いろんなところでやってたんですよ。でそれをなんかゆっくり見るっていうのがなんか贅沢だなって思いながら過ごしてました。ちなみに現地にいた友人が、上から花火の火の粉が降ってきて怖かったって言ってました。すごい人ですよね。やばい。これ1回ぐらい現地でもいいかな。いや、いいかな。ということで元日です。まあ、タイは旧正月、ソンクランが4月なんで、あんまり変わらない日常だったんですけど、寺院は激混みでした。まあ、美しい寺院の様子はぜひ他の動画で見ていただいて、まあ、私たちはねとにかく食べてたんで、もうこんなお兄さんとかずっと見てました。めちゃくちゃ面白くないですか、これお茶作ってんですけどね最高のエンタメだと思います。私はタイティーお気に入りなんですけど、旦那さん紅茶苦手だそうです。まあせっかく来たしっていうので、寺院もいくつか回りました。ワットポー、有名な仏像の周りはめっちゃ激混みでした。周りは結構空いてたんで散歩はしやすかったです。その後対岸にあるワットアルンを眺めに行きました。まあ、天気もよく、せかせか観光せず、のんびり散歩したりお茶したり、お腹が空いたらご飯食べたり、夕方になったらお酒飲んだりと、本当にゆっくり自由に過ごした年末年始でした。あ、そうそう、年始はですね、タクシーが使わないエリアも結構あって、トゥクトゥクにお世話になりました。実は結構なスピードで走るので、旦那さんがめっちゃ緊張してるの面白かったです。顔こわばってる海外でただ日常を過ごす、おすすめですよ。